オレンジポストリーズンは日本のインディーズバンド。8月、長崎にて、オレンジポストリーズン解散ライブ会場限定でも、CD、デモを発売。手売りのみで1000枚を売り切る。レッド、ブルライブ、オンザロードで入賞し、8月にサマソニーに出演。6月、初の全国流通作品、タワーレコーズ限定シングル、未タイトルをリリースし、インディーズデビュー。 9月、初のフルアルバムとなる、ブルーをリリース。アルバムを引っ下げ、全国ツアー、ペイントイット、ブルーツアーを開催。1月、未発表曲、花言葉が、フジテレビ系全国ネット、奇跡体験、アンビリバボーのエンディングテーマに選ばれ、初のタイアップを獲得。2月、配信シングル、花言葉をリリース。4月、そうだが、 長崎国際テレビの朝の情報番組、朝ジュゲゼットの2017年度のテーマソングになる。8月、配信シングル、マイルストーンをリリース。9月、2枚目のフルアルバムとなる、グリーンをリリース。10月、アルバムを引っ下げ、全国ツアー、ペイントイット、グリーンツアーを開催。3月、藤原雄介、折原大輔が脱退。現在は活動休止中。 折原大介は、現在ミンクという三人組バンドとして活動中。ありがとうございます。